クレジーェル,ルシーが最近4、4人みたいなのやっていて、普通にサイドバック低い位置で張っていたり、サイドアウが中絞って、サイドバック上がってセンターバックとの距離が開いていて、うまくビルドアップできてないと思いますそうでしたね。昨シーズンは中絞れてたので、トゥエルが血迷ってる気がするのです、これは俗に言うトゥエルのメンタル不安定期でした。あの、絞ってる時に横振れてない時あったのと、あともう一つ問題は、これはもう仕方ないんだけど、ここでちょっと絞り目のサイドバックボール持ってるじゃん。相手がこうプレス来るじゃん。 こね、あ先絞り目のあサイドバックがいて、ここにセンターバックボール持ってるんじゃんこ,うこれで。で、サイドアフターがこう張ってて、まあ、4、4, 4にこうしましょう。こう張ってて。この時ににみんなここの選手の気持ちになってね、ここでボールを受けようとしてるけど、相手がこう来たと。この時にみんなどうするこういかないこの時に、こう上がる判断できる人なんていなくないでも実際はこうなんですよ。 こう上がると、ここはってこうあるし、これを相手が閉じてきたら、外あるんです。で、これを全部塞いできたりとかしたら、そう、塞いできたりとかしたら、逆サイドに展開する。この、縦に上がるっていうのはできないんだから、自分がボール受けたいから。で、これは、あのシュアボでもリベンジャーズでも、これ、縦に上がるっていうの決めてんだけど、これやってるチームなんてほとんどない。あの、指定はどうかな、指定合わせな、でも指定とか合わせでも、多分横開いてると思うんだ。 ブラジル代表とかも絞らせてるけど、スペイン代表も。絶対ハマったら外に開く。絶対これ中絞った方がいいんだよ。で、それでみんなハマってたらこっち側で展開できないってことだから、キーパー使って逆行くだけなんだよね。横開いちゃう。普通開いちゃうよ。俺も開いてたもん。だから、チェルシーとかもそうなってるのかなと思ってましたよ、ね、けどね。左から来るときに右のサイドバックはこのまんまこうっていうのは、 僕は前半しか見れてないですけど、なかったから。ペナ幅から以上を開くのは、後ろ、前からボール戻ってくるときだけっていう。はまってるからすぐ戻せって言ってあ、いや、それでいいんですよ。そう、だけどその時に、もうこっちでやろうとするから開いて、はまってはまって、それでやろうとして、まあスローインになったらいいね、みたいな。で、クリバリとかも縦つけちゃってたしね。まあね、で加入したてだからね、この辺は。 分かってても立,立てつけちゃうっていうのは多分プレイしたことある人はみんな分かると思うし僕普通にチェルシーは4123でやってほしいなと思うんですよねあのマウントとツェクとかがマウントインサイドアハークのツェクウィングの時めちゃくちゃ機能してもともとツェクってアヤックスでも4123であ4231かウィングで中にサポートがいる時に活躍してたからウィングバックのサポートを受けるシャドウとかよりも 4123で近くにうまい選手いる時のウィングあのー、あれ、タディッチとか。いいタディッチとか、えー、誰だったっけな、あの時は。ハンデベクとか。あの辺がいた時良かったですもんね。マウントインサイドハーフいいっすよね。マウントインサイドハーフ、ゼロトップ、ハーバーツで右ウィングについていくとか見たいっすけど、なんかもう、トゥエルトもあんまうまくいってなさそうっすよね。